さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。ギンギラギンに、三峡ダム。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。8月20日、地上波ではたまに伝えられる中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 146.11 メートルです。おとついに比べて89センチの低下。これについては後ほど触れます。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。西安チャンネルです。今朝9時の時点のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒9490立方メートルで、三峡ダムは毎秒1400立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒910立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入はほぼ変わらず、直近と南側の川からの流入の合計は減少しています。今朝8時の放流量は毎秒9180立方メートルとなっています。水力発電の最大放流は毎秒3万立方メートルあたりですから、31% の発電状況と推測されます。単純計算になりますが、10基前後のタービンが稼働しているかもしれません。西安チャンネル。前回の動画で長江流域の熱波についてお伝えしました。上海では連日40度を超え、電気の使用量が増えています。また、雨が少ないことから、長江の下流では記録的な水位の低下がニュースで伝えられています。このことを受けて、三峡ダムの放流量を増やすと発表しました。8月16日正午から8月20日までの間、約5000億トンを放流するとしています。そこで、実際に放流量がどのように変化したのか、確認してみたいと思います。こちらは8月15日、つまり、今回の放流増加前のグラフです。その前に、まず驚いたのが、正午前後の放流がほとんどされていないことです。通常ですと、このように、お昼にピークがあり、夜にも再びピークが来るグラフが一般的です。これについては、過去動画でも紹介したかと思います。しかし、最近は、ピークは夜のみ1回となっています。そして、放流増加のアナウンス後のグラフです。ご覧のように、放流量が増加していることが分かり、宣言通り実施されています。ちなみに、2021年の同時期の下限と上限のラインをグラフに追加してみます。すると、全く次元が違うことが分かります。16日以降、少し放流を増やしたものの、例年からすると、今回の施策は、微々たるものだと分かりますね。つまり、あちらの官製メディアが、渇水対策を打ち出したと発表するものの、下流地域の水位低下を解消するほどの効果は、ほとんどないということです。そして、みんな大好き、衛星画像でダメ押しです。こちらは、センチネルの最新画像で、18日の撮影になります。今の時期は、発電施設からの放流のみとなっており、中央の洪水調節用のゲートは閉じています。比較のために、13日の衛星画像を見てみましょう。2つの画像を比べると、劇的な変化はなさそうです。むしろ、発電設備からの放流が弱まっているようにすら見えます。いずれにしても、大幅な放流量アップは確認できません。あちらは、渇水対策として放流量を増やしたと宣伝しています。データによると、少し増やしたのは確かなものの、下流地域にはほとんど影響はないかもしれません。つまり、このニュースは、プロパガンダ的な要素が強いと推測しますが、皆さんはどう感じられましたか？さて、今回の渇水対策にはもう一つ対策っぽいものがあるようです。それは、人工降雨です。水不足を解消するため、人工的に雨を降らせる取り組みも行われており、かつては2008年の北京オリンピックでも使用されました。ご存知の方も多いかと思います。その人工降雨が今、中国で多く使われているようです。TBS ニュースディグが伝えています。
湖北省の一部地域では、18日までに159回にわたって人工的に雨を降らせるロケットが打ち上げられ、その効果で一部の地区では気温を下げることもできたとのこと。実際、どれほどの効果があるかは疑問ですが、バンバン打ち上げられている模様。ここからは私の妄想なので、話半分でお願いします。ウィンディーを見ていて、前から気になっていたのですが、この部分。うっすらとした雨雲が広範囲で広がっています。この状況は、日本列島では見られないのですが、まさか、あちこちでロケットをぶっ放している、なんてことはないでしょうね。さらに、もう一つ。この地域でうっすらとした雲が発生した場合、これが火種となって、雨雲が発達し、東シナ海の湿った空気と重なって東に流れていき、日本海側で大雨を降らせるなんてことがあったら、これはもう、P ですね。以上、妄想でした。ダム周辺の月別、年間降水量はご覧の通りです。中国当局の発表によると、今年の7月の平均気温は、統計を取り始めて以来、最高になったそうです。おそらく、降水量もかなり少なかったのではないでしょうか。ウィンディーで確認します。例によって、三峡ダムとその上流で、まとまった雨はない予想。潮高の水位低下の解消は当面なさそうですね。ただ、来週の木曜から土曜あたりに、少し雨が降る予想も出ています。日本では、所々で雨雲が出ているようです。こちらは、深夜2時から今朝8時までの6時間の実績データ。北海道から山陰地方まで、日本海側を中心に、雨が降ったところもあるようです。先ほども触れましたが、どうしても、西側に目が行くのは心配しすぎでしょうか。今日も、場所によっては、局所的に大雨になるかもしれませんので、十分ご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。メンバーシップもよろしくお願いします。それでは次の動画でまた。